写真拡大。日本ハムは23日、千葉鎌ヶ谷スタジアムで行われる24日、25日のイースタン DNA 戦で、東武鎌ヶ谷駅から同スタジアムを結ぶシャトルバス、片道100円を増便して運行すると発表した。週末に開催されるカマスタ夏休みキッズフェスタと、この日予定されていた吉田明の登板が雨で流れ、スライド登板する可能性が高いことから、臨時バスで来場者の足の確保に対応する構えだ。通常は午前11時30分から30分間隔で3便しか運行されないが、今週末は午前9時30分から30分間隔で倍の6便、午前11時のみ発車しないと。